くぞポンゲ。よし、目標破壊しろ。俺はスネイプ、スネイパーでスネイプしてやるぜ。スネイプ先生？スネイプ先生でスネイプになる。マグゴナガル先生になる。マクゴナガル？やーべ、グリフィンドールだ。そう。俺帽子かぶったんだよ。ああ。ポッターと一緒に。そしたらね、スリザリーンって言われた。スリザリン。まんべんの意味で。ゾリザリーンって言われた。君は人間のクズやでってスリザリンがクズみたいな。そのそうスリザリン割とクズやから。あんあんオーマイゴー。オーマイガー、赤線の位置がやばいね。お、上にいるぞ。4いう裏取り狙っちゃってるでしょ。ここら辺にいるんじゃないの。おいしょ。オーケー、残念だったな。え、あ、死骸か。あとグレポンマンだよね。グレポンさんって感じでしょ。うーん、グレポンさんとタイマン張りに行くか。こっからパーンパーン。え、パン。いや、ここは無理せず設置肉パティンのやつやで。これ、うわ、時間切れだ。で、上に設置からのオパポジまで戻るやつ。頼む頼む、死ぬな今、死ぬな俺。オッケー、いけるいけるんご、いけるんご。これは約束された勝利。行こう行こう。相手があとはスモークを持ってないことだけを祈りつつ、こっからちょろ、いないね。ちょろ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 チンチロ、いないね。チンチロチロ、いないね。あとは3秒おきぐらいに時々頭出してればね。いないね。チンチロ、いないね。チロ、いないな。いるだろ、いない。スリザリーン、あれ、いない。あれ、来ない。来た、アホ解除間に合わない時間になってから来てくれたこれはスリザリンですわ。これスリザリンでしょ、完全にスネープ先生ですわ、うん、完全にスネープ先生でしょ、これ。サーチ&デストロ。さあ、行くぜ。トリニティへの夢が。ポンさんはなんかグリフィンドールっぽいよね、なんか。そうっすか、うん。自分なんか他の2つのなんかよくわかんない名前っぽいんだけどね。ああ、モブっぽい。ああ、モブっぽい。確かに、それもあるかも。お、ナイス。死ぬわ。どっかで撃った、あれ。上か、俺のことが見え、ああ見えてたのに。やばいやばい、マジグレポンに頼っちゃあかんって、このゲームは。マジでパーン、グレポン、グレパーン。おいや、俺線路沿いを移動しているだと。赤盾2階は見当たらぬ。怖いよ。うお、君らの装備すごいね。ラス2だ。ラス 2? B2。 え、地下地下。え、待って待って待って、ごめん、俺のせいで誰か一人死んだ。マジごめんマジごめんぜ、今のはなぜかエイムが近距離で荒ぶった。あ、どこそこ。ナイス。よくやったゴースト。次のラウンドに。ポンさん、これいい感じのキルスト出たんじゃないの。まだまだっすよ、まだっすよ。お、いいじゃん、さすがグリフィンドール。ピョンピョン飛ぶグリフィンドール。俺なんだかんだ言ってハリーポッター全話見てるから。サーチ&デストロ。自分あれなんすよ、あのこう見えてもハリーポッター全然よく分かってない。ザコじゃんただのザコじゃん俺ハリーポッターブルーレイ借りて全部見たもん。もうまだ入学してないの。階段の下に閉じ込められてます僕どこの駅のホームから乗ればいいのみたいな感じだそうお、来た、危ね。なんか4分の3番線って何って感じだよね、実際。お、縦 C4 みたいなのいたよ、なんか味方に。あ、来たよ、大丈夫。あ、さすが縦 C4いたよね、今。分かって地下に1枚いるんで。地
地下1枚クリアだね。ラス1枚やってん。俺死にとうないな。でももうトリニティ出たから死んでもいいのよね。俺まだ出てないんですよ。死ねないんですよ。死ねない系男子だ。あーおっ場所が分かった。どこ。うわすげえ。よくやったゴースト。次のラウンドに備えろ。これちょっとこのロビーラグいな。今の当たり判定の遅さはなんかよく当てたなって感じだよ。すごいよこれ。悲しい。これ悲しい。ほらチーターチーターマン俺でチーターチーターマンっていう感じだよね。好きっすねこの曲。そうニコニコ動画チーターマンとかの動画はねちょっと見たことがある。目標を守れ。全然わかんない元ネタが。ランランルーとかあの辺まではねすごいニコニコ動画好きだった。さあ行くぜ。トリニティロケット参りますって言ってね。もう玉尾さんの真似するとなんか玉尾さんに申し訳ない気がして、あー撃てない。パー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 心なしのパー。心なしなんかね。どうせ私はアイマス止まりの男ですよ。人のネタをパクるなってコメント欄が荒れちゃうからさ。もう荒れないんだけどね玉尾さんやっていいよって優しいから。うん公認。そうこ玉尾さん公認実況って感じでパーし放題ではあるんだけどさ俺はいいなぁ。いいだろう。もう自分はまだ許可もらってないからパー言えないサトコムアップリンク確率。来ないね。サトコ出したよ。友軍のサトコムが起動。地下盾に3枚だと来るぞ。ナイスカット行っちゃう。行っちゃう。あと2枚。待って、オフグリが混じってるとかっていうのが。あぶね、あぶね、あぶね、あぶね。待って、俺ラスキルかっこよく決めるわ。あ、いた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 。どっち行った？は？こっち来い、来い、来い、来い。もうすぐ時間切れだ。俺は信じてる、そこから頭出すと。待てよ、これは屈辱的なラスキル。君にって感じ。あ、待って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 、どっちどっちどっちの屈辱で倒した今どっちの屈辱で倒した。よし来たアイマス2台置くとか最低やわマジで。うわーうわっポンさんのアイマス死体打ちしてるダメだアイマスだな最低だわ。やっぱ飼い主にいるからねアイマスは。ちょっと待って俺やんないよチャンネル登録とコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。